こんにちは、ミッドイースの村井です。関です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日も早速やっていきましょうか。寒くないですか？寒いっす。あ、でもこれの上にズボン履いてしまってる。今日はですね、 YouTube、 ミッドイース YouTube 初紹介の韓国初のブランド、ウェルダンですね。はい、ウェルダン。焼き加減かってお客さんに出たによく聞かれますけど、え、そんなことないと思う。僕5人ぐらい言われましたよ。あ、ほんと大阪だけやと思うんですけどね、それ言われるのは。なんでやねんっつって言ってた。じゃあ、いや、っつって、ごまかした。というのは、ごまかせてもないでしょ。というのは、まあ置いといて、まあ、ウェルダン、こっちがミディアムですか、これが。そう、よく焼けてました、これチョコが、はい、で、ちょっとね、レアっぽいな。レアねーっつって言うから、じゃあ置いといて、はい、レーダー、はい、韓国から、はい、そうなんですよ。うちでの取り扱いは、2020SS からですね。あ、だから2回目ですよね。2回目です。SS、はい、2回目です。通信2目、はい、っていうのブランドとしても本格的に主導しては19年から、あのメンズがこうグッとスタートして、ブランドとしてはそうですね、15年ぐらいからはやってるんですけれども、あ、じゃあそうだ、はい、なんかバックにスタートとしてをご紹介しておくと、そうですね。っていうのも今あれじゃないですか、ミッドウェストとしては韓国ブランドって多分初なんですか、とりあえずか。韓国ブランドっていうもの自体は最近の言葉ですもんね、多分、うん、と思います。今めっちゃ盛り上がってるじゃないですか、そのソウルファッションウィークとか、すごいこう、うん、ファッションウィークとか言われてきますけど、なんか盛り上がりとしてはかなりあるっていうのは聞いてます、はい、もう東京よりもみたいなぐらいのバイヤーさんとかの感じでいくと、はい、うん、そうですよね、うん、っていうその韓国のシーンの中でも結構カルト的な人気を誇るレアマーケットっていうショップがあるんですよね。へー、はい、でそこの、まあ、あのディレクターを務める、あの男女のデュオでこう展開されてるブランドになるんですけれども、あ、そうなんですよ、はい、あ、じゃあ、の人だ、あの人です、あの人ですっていうか、そうですね。で、まあその経営者兼そのディレクターっていう感じなんですけれども、それがまああれなんですよね、ビッグバンの G ドラゴンのお姉様がそのマーケットの創業者で、その男女デュオの女性の方なんですよ。お姉ちゃんのブランドっていう、あ、そんな見方したらあれだろうか、お姉さんでされてるお店の、そうです、そうです、その中でのまあオリジナルブランドという、はい、位置付けというわけで、はい、でスタートしたっていうことで、はい、今はでももうパリでコレクションして、もうパリコレクションブランドという、はい、あのレベルまで持っていくっていうことで、はい、各国のセレクトショップに卸しがスタートしている、はい、めっちゃ僕好きな感じなんですよね。まあ、そうだろうね、はい、だまあ今の時代のなんかニューノーマルなコレクションブランドというか、なんか結構いろんな要素がありますよね。いろんな要素ありますね。さすがやっぱりそういうショップをしてきて、ね、そこの中にないものを入れてるんだと思うんで、要素としては。そうですね。なんかすごいうまいなって感じで、幅広いラインナップになってるので、一度見ていただきましょうか。それでは1個ずつ紹介していくような感じでいきたい、はい、まあでもウェルダンといえばね、これもう言っちゃっていいのかな、もうバーバリーチェック風の、そうですね、あのキャメルチェックのアノラックシャツ、はい、裏地もついてるんですけど、めっちゃ着やすいです。あのこれは結構人気品番っていうか、はい、あの続けてるエターナル品番みたいなものとコレクション品番みたいなものが結構明確にあるデザイナーさんで、はい、そのキャリーオーバー品番、エターナル品番の位置付けのやつで、うん、もう人気で、もうこのキャメルのサイズのものしかなくなっちゃったんですけども、そうですね、これでお値段が10万、税込みで10万と8900で、あのいつも SM でやりますけど、今あるので S です、はい、結構 S でもこのドロップで、はい、アドラックなので、はい、なんかブランドのコンセプト的にも結構ラインナップ、うん、ベーシックなものに今の気分をこう盛り込むみたいなテーマなので、なんかチェックシャツでもやっぱり今の気分ってなると、こうやっぱり、スポーツウェアっぽいハーフジップのトラックジャケットのニュアンスと、やっぱり今のサイジングってこのだいぶドロップでボックス気味のこのストーンって感じ、まあ、でも形はそんなに変じゃないもんね、すっごい使いやすいです、はい、
どこっぽ感も特になくて、うん、だからミックスはすごくハマるんで、まあ、こういう形の下半身のミックスも OK だし、着回しもめっちゃ効きますよね、この形なんか、うん、インに持ってきてもらってもいいし、そうですね、フィニッシュでこう最後にアウターでバサッとみたいな感じもあるしっていう。一回このままアウターを着ときますか。そうですね、はい、フライセレクトで、こちらはカラーのナイロンタッサーコートに合わせてみました。もうラスト1点です、ナイロンタッサーコート。はい、スポーツみたいな。でもなんかクラシックさもあるしっていう。そうですね。なんかほんとどう編集していただいてもハマるっていうのがやっぱりその。ゴア付きとかはないですか？全然ないですね。全然、うん。全然いけちゃいますね。なんかその辺やっぱりこう、セレクトショップでいろんな洋服を見てきて、こう、いろんなものに編集して、ね、秋のシャツももういらないし、オーバーもなんか上困るし、うん、で、言うので出してもらってるんじゃないですか、うん、ちょうどいいもんね、しまわせますよね、でも普通じゃないしっていう、これならね、チェックのパンツとかで合わせてもらってもいいし、はい、攻める方はもうこの、うん、こうね、あのガンダルの、はい、キャラクターの調査隊の壁外調査隊でお願いします、はい、いや、いいです、こんなの本当いいです、はい、で、これをじゃあ次はインに着てみます。インナーを入れてアウターでフィニッシュっていうのをします。あ、そうしましょうか、はい、で僕どうしよう、なんか黒物も結構しっかりある、やっぱ、はいはいはい、僕の中で韓国ってかなりなんていうの、ちょっとゴスウェア、まあ、メイクもそうだし、ちょっとまあモノトーンっていう言い方があれだかわかんないですけど、はい、ちょっと肌の白いあのと黒のコントラストっていうのに赤っていうのがなんかすごいイメージであるんですけど、じゃちょっとそのイメージで一回2人とも着替えましょうか。うん、ちょっとじゃあ着替えてきます。まあ、テディフーディーです。はい、かわいいくなちゃん、はいはい、これ形めっちゃいいです。お姉さんが好きなキャラクターなのかな、なんですかね、うん、そこのアイコンじゃないかな、うん、ウェルダのロゴと入ってるんですけど、はい、なんか極端にこうドロップしてるのに身幅とかそんなになくて、あ、なんかまあインビセックスで着やすいですから、うん、なんかその辺シルエット独特だなっていう感じで、なんかこう、あ、確かにふっくらする感じと、確かに袖とかもっと身幅はでかいよね、うん、なんかダボダボにならないって感じはやっぱあるね、うん、なんかやっぱりオーバーサイズ多いじゃないですか、うちの服も、なんかその中でもまたちょっと一線を画す感じの、この辺とかも結構クッと袖のラインとかは細くなるんで、すごい不思議なフーディーです。うーん、持ってない感じですね、フーディーなのに、はい、あとこの辺もすごいですよね、やっぱりこの辺もだからそのなんていうんですかね、これ切ればいい、これですか、うん、このままじゃないですか、やっぱりなんかできそうですけどね、首に巻くとか、なんかそのゴスっぽい感じもいいんじゃないですか、チョーカーみたいなこう、くるくるくる、皆さん残してきてるパターンが多い、この状態の方がほとんどかなという印象です。というのはまあ置いといて、一回じゃあチェックのフルオーバーでフィニッシュしたいと思います。はい、かわいい、いいですね、なんかこの色の合わせでも割と落ち着いてますよね、なんかそんな派手派手な感じ、うん、しません、多分それはやっぱり素材の、もっとパッカーとかいっぱいあったのにな、ね、うん、タッチがいいからかなという感じと、やっぱりどこかこうリメイクっぽい感じもあるじゃないですか、こういうなんかポケットの配置の仕方とか、うん、この加工のヴィンテージ具合とか、うん、なんかやっぱりいいですね、はいはい、いいと思います、という印象です、うん、で続いてはじゃあ僕の着てる感じとはまた違った黒のかっこいいやつ、エンボス、はい、フェイクレザーのエンボス、これがちょっとエターナルなのかどうかは僕分かんないです、これエンボスはよくやりますね、そうですね、こちらブラックネンズオールオーバー SS ロゴシャツ79,530円、着用スモールサイズですね、このはい、なんかここにこうガツッとプリツが入るんですけど、その辺やっぱりなんかちょっとやっぱユニセックスの感じが強いですね、なんか女性的なデザインというか、あ、これうん、これ可愛いですよね、でこのフロントエンボスからの後ろがまたこのスムースの形になるという、なんかあ、ほんまや、そうなんですよ、なんかどこから見てもなんでデザインの感じとか可愛くて、うん、いいですね、これも、はい、クロスキーには合うちょっと違うですね、パンツで合わせてみてください、
はい、でブランドワイン、スカー、ラフパンツ。確かにいいボリューム感あったんだよね。そうですね、これもなんで僕が着てるあのラックと同様になんかこうインでもアウトのフィニッシュでもいいのかなっていう感じで。これからちょうどいいと思いますね。レザーは今年着たいですけど、ねえ、もう本当、明らかフェイクレザー、明らかフェイクレザーっていうのかな、もうなんかそういうのがいらないじゃないですか、やっぱり。なんかこういうちょっとそれでもテクニックがプラスであるものだと、なんか着たいかなっていう印象で。それもなんか上着てみますか。はいはい、これは大丈夫。上いただいてもこのエンボスが綺麗に見えてかっこいいですね、うん、はい、これで十分冬行ける。あ、ポケットはない、うん、なかなか着回しが効くデザインではないでしょうかね。ちょっと強めのアウターがお探しの方はぜひ見てもらって、はい、必見のブランドです。で、本当に海外のデザインにしては、はい、お値段が本当にいいので。そうですね、ここはもうそこが抜群にセレクトショップ目線価格レンジっていうところがあるんで、はい、かなり良いですから。そう思ってるのの 70% ぐらいの感覚で、そうですね、できると思ってもらえると。で、藤崎さんにかっこいい黒を着ていただいたんで、僕も一回、あ、まあ僕黒行くより、もう一個すごいいいのがあるんで、これいきますか、そのまま。はいはい、では一回着替えていきたいと思います。はい、ブラックフェイクアジャケットいきましょうかね。12万2430円、サイズがミディアムですね。はい、これも形いいですね。この思ってるよりショートですね、スパッと。ショート結構、なんかくっきりしたシルエットでかっこいいです。フォルムの出方もワイドと合いますね、やっぱり。このブラックロゴトラウザー67,000円のボリジェント。そう、ちょっと本当は裾がちゃんとしたかったんですけど、もうどうしても長いんで、はい、ちょっとだいぶ折り上げてます。はい、店頭でカットしてという感じですね、うん、ちょっと今年らしい、やっぱり黒の乗せ方してきてますよね。今年らしい草の乗り方してきてる。はい、本当なんかそんな気しないですか、質感が。はい、うん、このファーのボアっぽい感じとかと、さっきのレーサーもそうですけど、うん、でやっぱりうまいですね。それだけじゃやっぱり面白くないと思うんで、後ろもこれもウェルダンロゴが入ってて、にくいですね。あれ後ろはなんか片押しで入ってる、入ってます、ウェルダン。はい、見えますか、多分。うん、このなんか光の当たり方とかもね、はい、だいぶ質感が出る。すごく心地いいですよ、はい、こういうのもオートフェイクって感じ、こういうのフェイクっていう感じっていうか、なんかベロアとかとはちょっと違ってレザータッチで、すっごい気持ちいいです、うん、これ結構着づらいの多いじゃないですか、こういうのって。なんかフィルム系のもっとバキバキみたいな、うんうん、分かる分かる分かる、めっちゃ着やすいです、うん、はい、心地もいいし、これなら、ね、だからうまいんだよね。うまいっす、よく効くもんね。でこのパーキャップも、うん、やっぱこの辺の素材使いってやっぱそういうラグジュアリーとかゴージャスなものをたくさん見てきてるからこそ、ずらしてもらっても出せるニュアンスなのかなみたいなのも思ったりしてます。これも人気ありますね、うん、もうこれだけになっちゃいますから、ね、1万7000と少しですかね、うん、じゃああと LC、 あ、村君のじゃあ先にご紹介しておいてもらって。大丈夫ですよね、このピンクでいっても。全部ちゃんとこの色の伸びとか素材感も変わるし、何を持って大丈夫なの。そうですよね、フライクジとしては似合ってると思う。そしてあの似合う子はたくさんいると思います、このピンク。はい、もう全然むずくないと思うんだ。はい、変な服好きな僕でも結構きついかなと思ったんですけど、やっぱ全然着れちゃいました。はい、このニットベスト、めっちゃ可愛いもん。はい、モヘアのニットベスト、これ59,000円と少しなんですけれども、はい、そうですね、半袖行ってもいいし、ロンティ行ってもいいし、ちょっと肉感のあるフーディー行っていただいても全然ハマるぐらいの。大丈夫、次はベストですよ。はい、次はベストですよ、皆さん。はい、
ベスト。ストーリー的にベストでしょ、次は。そうですね、やっぱジャケットっていうかクラシックのムードが。半袖シャツ、ベストが、もう SS は欲しいですよ。はい、ね、もう、はい、絶対そうですから。いや、そうです、やっぱり。レイヤードでもすごい重宝してますしね。V ネックですからね、はい。このレトロ感ですから。これがいいですね。うん、まあ、ちょっとそういうのトライしてみましょう、うん、これもうないアイテムなんで、そうですね、クローゼットにないアイテム、でもしてくれやニューですよね、これに多分普通にストーンってスラックスいっちゃうと結構ボッチャンみたいな、まあ分かりやすいですけど、はい、プレッピーになっちゃうんだよ、そこはやっぱりニューエイジな感じじゃないですか、この片押しのデニムで、あ、ここも切り替えてるんですね、このはい、このフレアはどのラインも綺麗に出るし、はい、ウエスト結構いい感じです、僕細いですけど、だいぶこれ S サイズの着用なんですけど、見せてる、あ、ほんまやね、まあ、フーディ入れてるのもあるんですけど、タックインも考慮すると割と細い方でもちゃんと履けますね、これ何入ってるの、シリコンみたいなの入ってるね、そうですね、これ、もうなんですごい片押しっていうか中に入ってるんで、はい、バイカーパンツ的にも見える、うん、これもだからないパンツやと思いますね、デニム系持ってる方多いとは思うんですけど、これもぜひ尖らせていただきたいですね、そうしてもいいし、スニーカーでもいいし、はい、折ってもダメ、折っても可愛いですよ、あのグワッと、あ、可愛い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 じゃん、この方がまあ好きな方は多いんじゃないですかね、うん、うん、なんか溜めといた方がいいと思う、フカッとせずに、へえ、まあ、いろいろできそうなパンツじゃないですか、うん、はい、これはピンクのみです、これピンクのみですね、はい、じゃあ最後いきますか、もう一回ぐらい着替えましょうか、あ、そう、もうちょっとあるんで、あ、じゃあ最後着替えます、はい、じゃあラストスパートということで、これも可愛いですよね、はい、これはブルーマルチロゴジャガードセーター6390円です、めっちゃ形可愛いです、これも、この横から見た時すごいですね、グッて前に下がる感じの、うん、ちょっと抜ける感じのシルエットで可愛い、はい、で、ウェルダン得意のやっぱこのプリントやこのこれなんて言えばいいんですかね、モコモコペン、モコモコペンとジャガードというこうラバープリントでしょ、はい、ちょっとなんかバイカーっぽいあのなんですか、モーターサイクルウェアの要素が結構ね、ここそこが入るんだよね、そうですよね、その商業っぽいロゴっていうか、それがやっぱモーターサイクルっぽいやつが多くて、確かに確かに、あのそれが多いんだよね、この辺もなんか、うん、好きなのかな、やっぱスポーツ感みたいなところなんですかね、と、なんかちょっとそのハードさがある、うん、なんかスポーツっていうか、なんかそこが韓国っぽい、韓国っぽいっていうなんかカンパニー感みたいなんですよ、うん、なんかその商標ロゴをなんかこうミックスしてる感じがあって、うん、はい、なんかそういうの多くない、ちょっとエグメのウェアが多いっていうイメージがあるんで、はいはいはい、なんかそんな感じはするね、うん、なんかロゴの入れ方とかもちょっときついんですけど、はい、そうですね、でもここはだいぶ柔らかい方だと思うんで、うん、あの大人の方にも大好評、形が多分そして緩いね、形が本当いいです、これもだちゃんとこのシャツ着ても丈もスパッて出るし、うん、やっぱ違和感があるっていうのが、うん、なんかおしゃれなやつ着てるな、うまいですね、うん、この辺ちょっと伝えるの本当難しいですよね、うん、ニュアンスなんですけど、でも着た感じとしてはすごいです、この新しい生活様式にも馴染みそうな、でも普通じゃないし気取らないです、おしゃれ、ストライニートとはちょっと違う、リラックスっていうのが多分強いと思うんだ、めっちゃ簡単な言い方ですけど、この気取ってないおしゃれな感じめっちゃいいですね、まあ、これはもう今後も展開していきたいですね、はい、ウェルダン要チェックですね、うん、はい、これもいいですよね、 LS のロンティ、肉感としては結構しっかりしてますもんね、うん、あのよく言われるけど透け前です、白買ってもはいはいはい、でもスウェットほどこうねボリュームは出ないしっていう、なんかでも形はこうバサッとした感じで、これもニュアンスですがすっごいいい形です、もう人気なんだ、あとブルーだけになりました、ね、うん、ブラックブルー一番オーバーですから、うん、好きな方もほんととことん集めたくなる時間じゃないですか、これ、うん、よく着ると思いますね、はい、すごいおすすめですし、っていうのとあれですよね、11月の19日木曜日から弊社ミッドウェストの渋谷パルコにリミテッドショップがオープンするんですよ、うんうんうん、そこにも結構ねウェルダン持っていくと思うので、ぜひ、まあ、関東
とか東京出張とかで遊びに行かれる方はぜひ、期間はこちらです。はい、はい、ということで、まあ、そのタイミングや、まあ、オンラインなのでぜひ見ていただければ嬉しいなと思っております。オンラインで参考になるのは非常に嬉しいです。はい、では今日はこのあたりでありがとうございました。ありがとうございました。